はい、皆さんこんにちは、小川仁志です。皆さんはインスタやってますか？いや、若い人はとにかくインスタですよね。まあ、インスタはね、写真がメインですから、まあ、スマホでね、何でもパチパチ撮ってアップする若者にはぴったりですよね。まあ、いわゆる映えっていうのはね、もともとインスタ映えをこれ意味するわけですからね。まあ、X、旧 Twitter はね、どうしても言葉がメインになりますよね。140文字の制限があるにもかかわらず。というかね、まあ、その制限があるからこそ、俳句とか短歌みたいにこう言葉に凝っちゃうんでしょうけどね。まあ、やっぱ面白いのはね、今の若い人たちがそういう、こう言葉よりもね、写真、こう絵的なものをね、重視しているという点だと思うんですよ。これまさにね、文字より絵の時代を象徴している出来事なんじゃないですか。まあ、言い換えるとね、理性より感性を重視しているような気がするんですよね。これね、感情をあんまり言語化しない日本人には、だからインスタが適しているのかもしれませんね。まあ、とはいえね、インスタは写真だけじゃないですよね。ちゃんとその写真が何なのか言葉でも説明しますから。その意味ではね、言葉と絵、理性と感性、これ両方が一番よくバランス取れてるのがインスタだなと思うんですよね。私も今までそこに気づかなかったからインスタやってなかったんですよ。でもそれに気づいた今、ついにこれ重い腰を上げてインスタ始めました。今ここにアドレス出てますよね。はい、皆さんフォローしてください。私もね、いろんな SNS やってますけれども、まあ、インスタは写真だということでね、ちょっとこれからはね、写真にはこだわっていきたいと思いますよ。写真と言葉ね、ある意味でね、これって哲学のプロセスに似てると思うんですよね。近代ドイツの偉大な哲学者カントがね、私たち人間は感性で物を捉えて、それを理解してね、そして最終的にはこれ感性でまとめ上げてるっていうふうに言ってるわけですよね、頭の中でね。だから皆さんもこれから私が投稿していく写真を入り口にして、ぜひね、頭ひねって考えてもらいたいんですよ。これって何なの？一体何が言いたいの？まあ、今のね、投稿してる部分はまだね、宣伝にしか見えないかもしれませんけど、いや、果たして本当にそうでしょうか？宣伝です。いや、嘘、それだけじゃないですよ。それにね、これからもっと謎めいたやついきますよ。まあね、皆さんにね、哲学していただくために謎めいた写真をね、これは心霊写真だ。載せていきたいと思います。それでは今日はこの辺で、あなたの人生に哲学を。